マラソンの YouTube 見ててさ、うん、池上さんっていうめっちゃマラソン速い人が言ってたの、うん、あのつま先接地か、かかと接地かみたいな、うん、なんか永遠のテーマがあるわけ、うん、あの右手か左手かみたいなさ、うん、その人が言ってて、ああなるほどなと思ったのが、つま先接地にしたら速いみたいな風潮があって、うん、あの大迫傑がめっちゃつま先らしい、これどうやら俺わかんないんだけど、速いじゃん、はいはい、有名じゃん、うん、そう、ほんでその前から速さのことなんだけども、それでよりつま先神話みたいなのが出てくるわけじゃん、うん、でもね、池上さんが言ってたのが、つま先にしたから速いんじゃなくて、うん、速く走ったらつま先になってくるんだって、うん、どういうことかっていうと、50メートルとか100メートル、うん、短距離の時ってさ、つま先で走ろうと思わなくてもさ、うん、速く走ろうと思ったらつま先で走るようになるじゃん、うん、だから速くなったらつま、うん、先にだんだんなっていくから、うん、だけど長距離ぐらいのスピードだとかかとだよねって言ってる、うん、もう2時間半切る人とか言ってるわけ、それ、うん、やばいじゃんそれって、うん、でその速かったトップランナー、うん、例えば大迫傑がつま先でした、うん、だからつま先にしたら速いっていうのは違うよねってこと、うん、平井博明のワンラップゴルフ、結果として速、うん、かった人がつま先だったからその逆は成り立たない、うん、じゃあつま先にしたら全員速くなるではないよねっていうのがあって、うんうん、ああなるほどなと思ったの、うん、っていうのを聞いて、ゴルフってそういうのめちゃくちゃありそうだなと思ったの。うーん、もうパンクしてるしてるでしょ、パンクしてる、もう渋滞してるでしょ、もうここから出ないからありすぎてありすぎてるでしょ、うん、だから言わない、そうだからなんつうの、結果としてそうなってることを取り出して、うんうん、トッププロが結果としてこうなってる、だからこれをやったら上手くなる、うん、で出回ってる動画ってウルトラあるんだろう、めっちゃほとんどそうじゃん、そうでしょ、ほとんどそう、ほとんどそうだからそうでしょなんかちょっと湧いてきちゃったけど、でしょ、だからハンドファーストだってそうじゃん、そう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 、結果、うん、ハンドファーストに当たってるけど、うん、それ結果そうなってる、うん、あ、じゃあプロがそうなってるから、うん、ハンドファーストに当てようではない、じゃない、じゃない、ヘッドスピード遅い人はハンドレートの方が飛ぶからね、あー、なるほどね、そうだからその人が飛ぶのはどっちってことじゃない、うんうん、だから結果論、だからドローフェードもそうなの、ドローの方が飛ぶって言ってるけど、うん、飛ぶ人みんなフェードだから、うんだからドローが飛ぶって言ってんのは、うん、その飛ばない人界隈の会話の内容でしょってことなんです、そう、飛ぶ人がドローで打ったらコントロールできないから飛ばないんだよね、一発あるかもしれないよ、うんうんうん、だからそういうことめっちゃあるから、そうだからそのね、なんか逆は成り立たないっていうか、うん、だから体重移動して腰切った方が俺は飛ばないからね、手打ちの方が飛ぶんだから、うんうんうん、あのベタ足の方が、うんうん、だから結果飛んだ時にこうなってたっていうものが、うんうん、その正解ではないよってこと、そうだ、そうだね、うん、それをやったからその逆が成り立つわけじゃない、ね、うん、そう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 、しかもそのトッププロがやってることが切り取られて、うん、結果こうなってたよっていうのを切り取って、だからそうしたら そういう人、その人と同じになるよねではないじゃん、じゃないじゃない、まあもう絶対違う絶対違うから、だからでもあの人こうやってたよっていう会話もない。そうだよね。だから作っちゃいけない。うん、そう、だから、なんていうの、算数で言えばね、1たす1は2なんだけど、うん、じゃあ答えが2だったら絶対1たす1だよねって言ってんのと一緒で、じゃあ分かんないじゃん。0たす2かもしんないじゃん。1かける2かもしんないじゃん。式はいっぱいあるのに、うん、っていうことは、2だけ見て、だ絶対2だったら1たす1なんだになっちゃってるから、うん、いやそうじゃないなと思ったわけ。うんうんうん、そうだね。はい。4-2 でもいい。あ、いい。あれ？できんだ。できんだから。最近覚えた。できんだ。引き算。引き算。割り算でもいいんだよ。あ、8割しかかんない。難しくなってきた。難しくなってきた。そういうことですよね。そういうこと。ほんとそういうこと。それしかない。どの世界でもそうじゃない。そう。うん、考え方が、やっぱり違っちゃうと、うん、塊になっちゃうね、考えがね。うんうんうん、そう、だからそれがすごいなと。A ならば B、うん、B ならば A ではないってことだよね。じゃない。絶対違う。そう、ゴルフ超ありそうだなと思って、その例を聞きたかったの。ああ何やるって。あるあるある。もう。何でもそうだね。何でもそう。何でもそう。今日、ラウンドレッスン行ってきたんだけど、うんうん、スーパーショット打ってもらったんだけど、うんうん、クラブをこう入れてくださいとか、うん、そういう会話でもう会話が成り立つとか。プロじゃん。
プロ同士の、そう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 、プロ同士のラウンドっていうか。そう。で、そうするためには、こういう動きをしたらやりやすいかもしれないから、うんうんうん、それからヒントとして、その、いろいろやってみてくださいとか。もうそういう感じ。この動きをしてくれじゃない。その方に、同じホールで2球打ってもらった、うん。で、1球目は、クラブリリースの、クラブの重みだけのリリースをした。はいはいはい。で、2球目が、リリースを自力でやってもらった。はいはいはい。なんて?30ヤード。30ヤード?へぇー。おかしくないっすかつって。え、何のクラブで?ドライバー、ドライバー。あ、ドライバーで、うん、?30? あれは30。リアル。しかもフラットのとこだからね。フラットで、こう上がってるとこなの。だから、下って平らだったら、わかんない、うんうんうん。でも、フラットで登ってんだよ。だから伸びることはないじゃん。ない。伸びてる。盛りなし30だね。うん。うん。それぐらいやっぱあれ前の動画で、動画なのかそのなのか忘れちゃったけど。言ってるよね。うん。こう。自分で打つか、そう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 。打ってないか。そう、それと一緒。それと一緒っていうか、その動画の内容なんだけど、うん、それをやってもらったの。で、それは、1球目、ナイスボールよ。それでもね。普通に207、80飛んでんの。あで、めっちゃ飛ぶんだね。飛ぶ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 。2球目リアル300だな。マジで?うん。340のホールで、エッジ20ぐらいまで行ってんだから。え?だから、まあセンターエッジとし表示としても300行ってるわけよ。で、1球目がいい当たりだったのよ。うん、で、めちゃくちゃストレート、うんうんうん。で、まあまあ食ってるだろうなって音だったんだけど、うん、俺にはグリップの中に 40% 空気がある音がしたの。だからそれを手の中の空気を 10% ぐらいにしてほしかったのね、うんうん。それを2球目でやってもらったの。うん、したらインパクト音が変わったわけよ。やっぱり。で、自力でここまで出してくださいって打ったら、はいはい、同じ球で同じラインに出てた、うん、すぐストレート、うん。両方ストレートなんだけど、うん、したら全然気にしてなかった飛距離なんて。まあ、同じぐらいのところまで絶対行ってますよって。あとはインパクトのガッチってくるか、うん、こうシャキンってくるかの差ですよって言って見に行ったら、球が全然違うところにある。で、あ、俺300飛んじゃったと思って。俺の方が前かなと思って。あ、そう。うん、俺会心食ったからそこ。嘘、うん、全然、10ヤードぐらい置いてくれてる。何すかこれっつって。全然飛んでたね。で、まあ、その方のスイングの感じからして、うん、フェイスアングルも、キャロウェイの9度を11度にしてたんだけど、それ10度にしたら、プラス1にしたの。最初はプラ2だったんだけど。うんうん、で、そっからラインの出方も良くなって、うん、なんか多分、まあ、飛距離は全然いいよね。高さも良くなったし、うん、最初にトロくんが言ったように、こうだからこうっていうもの、それのまた逆とかも、うんうん、まあなかなかスポーツにおいては多分ほとんど当てはまらないと思う、うんうん。自分はこうしたとか、こうやったらみんなと同じ結果が出たとか、そういうものを早く見つけた方がいいんだよね。うん、まあオリジナルというか、うんうん、そのやり方は何でもいいよってことなのよ、うんうんうん。その結果を得るためにね、ズルしなければ、うん、違反をしなければ、俺は何でもいいと思うし。なんで手首を使っちゃいけないのかなと俺は思うわけ。はいはいはい、うん、俺は使う派だから言ってんのかもしれないし。うん。まあ別にそれは使わなくたっていいんだけどさ。まあでもそれはあれよね。マキロイとかもめっちゃ使ってるわけでしょ。めっちゃ使ってる。なのにそれだけはあるよね。そう。マキロイとか使ってんだったらさ、そこだけ切り取ってさ、うん、マキロイが手首使ってるから、うん、じゃあ手首使ったら上手くなるになればいいのに、それだけはなんかなってないね。ないよね。なってないね。なんでだろうね。おかしいね。で、使うなっていうのの、うん、反対側の意見として、うん、実はマキロイは手首を使ってる選手であるみたいな言い方をするじゃない、うん、そうじゃなくて、普通に手首は全然使っていいんですよっていう動画にすればいいじゃない。確かに、あ、言い方の問題。そう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 。だそういうのもないじゃん、あんまり。うんうんうん、まあ見てないし、うんうん、あれだけど、うんうん、少ないと思って、ね、うん。そうだね。うん、全然だから、それは俺はありと、ありだと思うんだよね。だって、そんなこと言ったら、最近のバンカーショットって、うん、みんなクローズで構えてるのが多い。そうなんだ。そう。前まではバンカーショットはフェース開いてオープンスタンスでとか言って、真逆のことやってんじゃん。そうだね。笑っちゃうよ。本当に。へぇ。変な話、どっちかがあれば反対でもないショットは
打てるってことを分かってもらう。まっすぐしか全てできないんだよっていうことだったら、多分両側はないと思っていいと思う。うん、うん。だけど、中心があって、どっちかでも打てるよって言ったら、絶対こっち側でも打てるんだよね。ナイスショット。だから体重移動するしないとかもそうだし、なんか、スクエアしかナイスショットは打てないよっていうのは大間違いで、うんうん、オープンスタンスでもクローズスタンスでもストレートは打てるし、結局クラブの入社ですからね。本当に。本当思うもん。ラウンドで本当思うもん。ラウンドすればするほど。それそうだよね。うん。それそうだよね。そう。だから、ダウンブローに入れたいからクローズにした。ダウンブローに入れたいからオープンにしたっていう風になってきたら、ゴルフはもっと優しいからね。ダウンブローに入れたいからハンドレイトにした、ハンドファーストにした。だから、ちゃんと目的があって、うん、それに対して自分が反応して動いてることだったら、うん、俺はミスは出にくいと思う。うん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 、またいつもの動画になっちゃったな。まあそうだけど、その、入社で考えてるから暗記してないってことだよね。うん。そうだね。どう動くかは。うん。まあ、ラインも違うし、うん、コース行ったら。だから、俺、ラウンドレッスンやって思うことは、練習場で10球、20球って、ずっと一つのクラブで、うん、打ってる見て、ああ、こういうミスが平均的に出るなとか、うん、でそういうものに対して、レッスンをするじゃない、うん、コース行ったらそのまま出ないんだから。そうなの？そう。そんなミスどころじゃないんだから。コースのミスって半端じゃないから。だからコースで出たミスを一発で指摘した方が一発効力があるってこと。そうなんだ。そう。だからラウンドレッスンはうちは高いの。で、安いよね。いや、安かない。いやいや。値段的には高いけど、金額の絶対値で見たら、5万円するんで、安かないよ。安かないけど、打席の2時間が3万円でしょ？ああ、うん。なのに、全部回れて、うん、まあ全ショット見れるからね、で、バンって。5万円でしょ？うん。まあ確かに。なんかそこの比較だとなんか安い気がする、ね。うん。値上げです。最近多いですからね。気をつけてくださいね。本当に。ちょっと気づいちゃうと、そう、上がっちゃうから。そう、すぐ値上げです。気づいちゃうと。あれこれ安くない？そう、相対的に考えたら安くないってなっちゃうから。そうだよね。安いよね。安いね。確かに。だって何時間いるんでしょ？ 5、6時間は優にいるよね。そうでしょ？うん。7万か。じゃあ。そうだ、ね。ぐらい。うん。値上げです。今日も息合ってんだから。そうなんですよね。まあ、30年の付き合いですね。そうですね。うん、電話した時の俺の声のトーンでね。わかりますか？イエス、オアの方がわかるもん、ね。わかります。いい電話なのかね。そう、まあ、それはそうか。それはそうです。そうです。声のトーンが全然違いますから。そう。うん、撮影よりいいトーンしてます。そんなそう。そうです。ありますよね。うん、そう。ラウンドレッスンっていうか、コースの一発。効果が。そう。本当に。3回2時間のレッスンを受けた方で、うん、ラウンドレッスン1回受けて、うん、その計6時間の打席で出なかったミスショットがコースで出るんだ。じゃあ分かんないんだ、コース出てみないと。分かんない。平均的なミスだったり、平均的なミスの動き、その方に特徴的なミスの動きっていうのは、もちろん打席では分かるけど、うん、本当にそれがコースで出るミスかって、俺は知らないわけじゃない。うん、本当はその方は知っててほしいわけ、うん。で、俺に伝えてほしいんだけど、それもまだできないと、コース行った時にそういうことになる。うん。だから、実際は練習で気をつけなきゃいけないことって、本当はコースで気をつけなきゃいけないことではないよってことなんでね。あうん。コースではこういうミスをするんだから、こういうコースのミスを防ぐためのドリルをやりましょうってなる。うん。そう。だからラウンドレッスンは大事なんですってことなんですよ。なるほど。別に僕は やりたいんですよ。やっていいんですけど、予約があんまり来ないから出さないだけなんですよ。平日、まあ水曜日が多いんで、お休みできる方っていうのは少ないと思ってて、なかなかね、難しいと思うんですけど。じゃあ不動産の方が多い。多い、多いね。水曜日休みだもんね。そうだよね。じゃあ月曜日にしたら、美容師さん、床屋さんが多いのかな？火曜日かな？火曜日か。うん、床屋は月曜日だよね。あ、そうなんだ。うん、車屋さん火曜日のこととか多いよね。ああ、そうだね。ディーラー月か。ディーラーも多いかもしれない。そうだよね、月かあたりが車屋さんが多い。そうだよね。ゆういちくんはじゃあ火曜日に来るのか？じゃあ火曜日したらゆういちくん来るかな？ゆういちくん。IBC、IBC じゃないか、ゆういちくんは。ただの同級生、ね。そう、ただの同級生。僕らのね。そうです。本当に練習場のミスとコースのミスが一致してきたら、
レベルが上がった証拠です。うん、そういうミスのチェックも大事なんですよ。でもミスって考えたくないし、嫌ですよね、向き合うの。でもそこをしっかりミスと向き合っていただいて、課題を得るってことが大事なので、まあ、そういう練習に取り組んでください。まあ、今回ちょっとまたトール君から気づいたことについて動画を撮ってきました。いつもまあ、いい内容になりますよね。なんで、トール君と僕は30年の付き合いなんで、息が合いますってことですね。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。